どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。いやー、父を助けてくれて感謝するだよ。さすがベジータの息子さんだ。いえ、そんな謙遜することはねえだ。おめえが戦ってるとこを見てたら、小さい頃のご飯ちゃんを思い出しただよ。そうですか。そういや噂で聞いてるだよ。ご飯と一緒におめえが人造人間と戦ってるってな。まずい、まずいぞ。そんな噂にまでなってるなんて、母さんにバレちゃう。そんな、何かのお間違いですよ。そうなんか。だったらええが。だ、おめえみてえな子供が戦うことねえだ。ごはんちゃんだって本当なら今頃えらい学者さんになってたはずなのに。おらも父と同じ気持ちだが、ごはんが戦うと決めたのなら、ごはんを信じて無事を祈るしかねえだよ。ごはんさんも今は戦うしかないと思ってます。でも父さんたちのこともすごく心配してますよ。多分ですけど。多分かい。そうだな。もしごはんちゃんに会ったら無理せず頑張れ。で、たまには帰ってこいって伝えておいてけれ。はい、それじゃあ僕帰ります。お二人とも気をつけてくださいね。ありがとうな。ブルマさんによろしく言っといてけれ。おめえも気づけてな。はい。あ、僕がごはんさんと一緒に戦っているっていう噂は母さんには聞かせないでくださいね。心配するので。わかっただよ。トレーニングルーム上からやっていってます。今回セルだね。75か。お、いや、レベル差があるけどもダメージしっかり受けるぞ。マジで。そうか、無理か。ちょっと待って、フィニッシュバスターで行きたい。あ、でもこっちのダメージはもうほんともろに入るよ。あ、わー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 、懐かしい攻撃してくれてるな。うわー、セル、それ懐かしいよ。わ、どんな攻撃するの。元気玉。あ、違う違う、デストロイフューチャーっていう名前の技だった。元気玉じゃん、そんなの。へえ。おお、結構誘導するね。回ってくるやつ、曲がってくるやつだ。おお、マカンコ殺法スラッシュラウンキック。セル面白こいつ。